中で今度は左サイドの亀川の攻撃参加していきました。バランスがないね。そしてここは遠藤から鈴木武蔵、体を入れてシュート入った。やったやったやった、鈴木武蔵重たい空気を吹き飛ばす先制点。さあ決まりました。日本ここからさらに勢いに乗っていきたいところです。背番号9鈴木武蔵がゴールを決めて、そしてベンチとメンバーの元へと駆け寄っていきました。今日も日本は23人、まだ浅野が追っていきます。最前線フォワードリッチに入っている16番の浅野、そしてオナイウが抜けていく。さあチャンスになる。オナイウトラップして、体を入れてブロックして折り返して、シュートが打てない。もう一度今度は原川、縦に行ってえぐる、折り返せるか。来た、ここでやった、やったやったやった、矢島慎也の追加点。いい流れだったか今、完璧な形で日本が後半大きな追加点を奪い、ヘディングでゴールを奪いました。いやだけどその前のね、7番の原か、はい、ここでまず一つ、まあ合わなかったんですけど、この後のね、7番の原がよくここでね、これまたいいボール投げましたよ。完璧でしたね。そして最後は矢島がジャップ1番、叩き方がボールを呼んでいますが、どうだ、オフサイドはない、久保が抜けていく、ゴールキーパーと1対1、久保のシュート、よし、これだよね。代わって入った久保優也、日本の3点目を奪いました。代わって入ったばかりの久保のこのシュート、まあオフサイドラインギリギリというところで抜け出していきました。あ、いいよいいよ。孫ポンゴールキーパーの手には当たりましたが、そこは久保の気持ちが勝ったというシーンになりました。ただ久保の前にね、やっぱりインターセプトから来たというのがね、本当にいい流れでした。すべてね。さあここはダイレクトで、さあ久保がうまく抜けていった、南野も横に行くのが、久保は見つかり行く、どうだ、かかったか、クエが鳴って PK、 久保が仕掛けて PK を取りました。真剣な表情、ボールを見据えて久保が落ち着いて決めていきました。日本4対0、後半の39中で今度は左サイドの亀川の攻撃参加していきました。バランスがないね。そしてここは遠藤から鈴木武蔵、体を入れてシュート入った。やったやったやった、鈴木武蔵重たい空気を吹き飛ばす先制点。さあ決まりました。日本ここからさらに勢いに乗っていきたいところです。背番号9鈴木武蔵がゴールを決めて、そしてベンチとメンバーの元へと駆け寄っていきました。今日も日本は23人、まだ浅野が追っていきます。最前線フォワードリッチに入っている16番の浅野、そしてオナイウが抜けていく。さあチャンスになる。オナイウトラップして、体を入れてブロックして折り返してシュートが打てない。もう一度今度は原川、縦に行ってえぐる、折り返せるか。来た、ここでやった、やったやったやった、矢島慎也の追加点。いい流れだったか今、完璧な形で日本が後半大きな追加点を奪い、ヘディングでゴールを奪いました。いやだけどその前のね、7番の原か、はい、ここでまず一つ、まあ合わなかったんですけど、この後のね、7番の原がよくここでね、これまたいいボール投げましたよ。完璧でしたね。そして最後は矢島がジャップ1番、叩き方がボールを呼んでいますが、どうだ、オフサイドはない、久保が抜けていく、ゴールキーパーと1対1、久保のシュート、入った、よし、これだよね。代わって入った久保優也、日本の3点目を奪いました。代わって入ったばかりの久保のこのシュート、まあ、オフサイドラインギリギリというところで抜け出していきました。いいよいいよ。孫ポンゴールキーパーの手には当たりましたが、そこは久保の気持ちが勝ったというシーンになりました。ただ久保の前にね、やっぱりインターセプトから来たというのがね、本当にいい流れでした。すべてね。さあここはダイレクトで、さあ久保がうまく抜けていった、南野も横に行くのが、久保は見つかり行く、どうだ、かかったか、クエが鳴って PK、 久保が仕掛けて PK を取りました。真剣な表情、ボールを見据えて久保が落ち着いて決めていきました。日本4対0、ナイスゴール。後半の39